ないですか。緑豊かな里ですね。ここはどこなのでしょうか。ついでに、私は誰ですか。わかりませんか。困りました。重大な記憶の欠落を認めます。現在回復手段の模索中です。あなたはここに居住している人ですか。突然で恐縮ですが、現在記憶喪失中につき情報提供を必要としています。お手数ですが、この辺りの地理、歴史、文化をご教示願えませんか。ついでに食事もいただければ助かります。腹ペコです。ありがとう。あなたはいい人ですね。ここがどんな場所なのか教えてもらってもよろしいですか。歌方の里、もののふ、この地の統治機構ですか。それは良いですね。情報を得るにはうってつけです。今すぐ組織の代表に会いに行きましょう。案内願えますか。そういえばまだあなたの名を聞いていませんでした。いい響きですね。では案内願いますか。代表のもとに。私の名前ですか。名前はそう、確かホロー。私はホローです。よろしくお願いします。何のようだ。誰だ君は。あれ、こんな子里にいたっけ。君の知り合い。こんにちは皆さん。私はホロー、この人の友人です。探し物を求めてはるばる里の外からやってきました。まあそうでしたか。それはようこそ歌方の里へ。私は何、どうぞよろしくお願いします。ホロー様。ありがとうナギ。あなたはとてもいい人ですね。どうかしたの。顔が引きつってるわよ。ちょっとどういうことよ。5分ほど前に友人になりました。以後よろしくお願いします。説明してもらおうか。記憶喪失だと。皇帝です。目が覚めたら谷底にいました。どうやら落下したものと思われます。落下の衝撃の影響でしょうか。それ以前の記憶がありません。自分が何者か不明です。とにかく人里に出ようと歩いていたところ、この
歌方の里にたどり着きました。なるほどな。この地にはモノノフという統治機構があるそうですね。もしかしてあなたがお頭ですか？そうだ。何か聞きたいことでもあるか？私が何者か、何かご存知ありませんか？残念だが、わからんな。だが、その銃にモノノフの門、お前もまたモノノフかもしれん。私もモノノフ。不思議な髪の色をされてますね。ひょっとして異国の方でしょうか？状況からして百鬼隊と何か関係があるのでは？確かにな。こっちに向かってるんだろ？考えられなくはないな。ま、そんなことよりだ。お嬢さん、俺と一緒に食事でもいかがですか？それは明暗ですね。ちょうど腹ペコだったところです。なら善は急げだ。早速二人で俺の部屋に行こう。君の胸にぽっかりと開いた穴、俺が埋めてやるぜ。お前は黙っていろ。ぐっ、三つ落ちを狙うやつがあるか。こいつには近づくな、ホロー。しかし、この先どうするか。襲撃か。話は後だ、総員。出撃に備えろ。待ってください。私も行きます。なんだと？私が真にモノノフであるか、それを確かめる必要を認めます。戦場に立てばそれが分かるかもしれません。一緒に行かせてください。いいだろう。ホローを連れて行け。ちょっと本気？ヤマト。感じるのさ、こやつの内から吹き出るモノノフの力を。感謝します、お頭。おい、面白くなってきたぜ。待て、俺はまだ見ぞ。息吹は留守番だ。出るぞ。いいぜ、行くぜ。お気をつけて。いざ、共に飛ばん。任せた。ってのは冗談だ。
夏の牛ってな。行くぜ。分かってるな。さて、ひと働きしますか。ありがとうな。上場の修理。いらっしゃい。文武両道の誉れあれ。
毎度。ファンのようだ。じゃあな。できればあちらを向いてもらえぬか。目のやり場に困るのだが。今後ともごひ